砦みてえな船だ。ここで偽物を迎え撃つのか。見てたら私もお腹が空いてきた。俺のあげるから敵来たら頼むよ。本当はっ油断は禁物だ。分かってる。こりゃ暗殺するのは無理だろう。こっちは外れだな。決めつけてんじゃねえぞ辰巳。もう兄貴に何発殴られたことか。ま、愛の無知だと思え。それにしても便利だねこの鎧。俺の相棒みたいなもんだぜ。でも納得できねえ。なんで将軍が帝都に更迭されるんですか。ふざけやがって。ブラート、今はこんな立場だが行為は間違ってなどいない。きっと分かってもらえるはずだ。だが帝都に戻った将軍はろくに話も聞いてもらえず、俺も妬みを買っていたらしく罪人に仕立て上げられる。おお、透明化もそろそろ限界か。一度鎧を発さないとな。怪しい奴がいたら見逃さねえぞ。ま、俺も十分怪しいけどな。名物をもらおうか。はい、ただいま。その証拠にあいつからにじみ出る匂いはまがまがしいまでの殺意。うん、気配が消えた。誘いに乗らなかったか。残念だ。任務が終わったらあいつらにも食わせてやるかな。長い時間音色を流したから演奏やめてもしばらくは無気力だよ。